おはようございます。今日は3月の15日。確かこの日はね、寝坊したんですよ。もう前の日もすごい寝る時間めちゃくちゃ短いんですよね。動画編集しながらの旅ってすごく大変だったんですよ。そういうわけで鳥取駅確か6時27分かなんかに出なければならなかったのが、まあ、25分後の列車になりました。山陰本線の普通列車はこの時間は本数が多いようですね。助かりました。パッとしない天気ですけれど、しかし景色は素晴らしいものです。日本海はこれがいいですね。まず到着しました浜坂です。まあ、浜坂で降りるということはありませんが、せっかくなので名所を一つご紹介。後ろに見えておりますのは昔蒸気機関車の時代にここへ止まった機関車に水を補給して、ここから先の進むべき蒸気を蓄えていた、その給水塔がまだ今でも設置されています。もう今では何の役にも立っていません。この兵庫県北部田島地方の名物は何といってもカニ、それから後ろにちょっと見えておりました田島牛、牛などあります。もちろんお金はありませんので食べることはできませんが、現在はシーズンのはずです。列車は余部の駅に着きました。この次の駅鎧までの間すぐのところですけれど、余部橋梁という日本でも有名な有数の橋梁があります。ここから下見下ろす黒い屋根、これを見ると、ああもう山陰もだんだん終わってきたなという感じがします。山陰の屋根って大体赤いんですよね。しばらくの間ゴトンゴトンとディーゼルカーキハ47に揺られまして、到着したのは城崎温泉の駅。城崎温泉はね、あの有名な温泉地なんじゃないですか。あの有名な議員さんがいましたよ。命がけで、あなたには分からんでしょうね。まあ、全然モノマネできないですけど、あのこの時もなんかそういうモノマネをしたような気がします。ちょっと今ね、動画録音してるの実は深夜なんで、あんまり絶叫するわけにもいかなかったというのが、モノマネの似ていなかった一つの言い訳になるかと思います。で、この地蔵湯っていうところへ寄ったんですよ。あのせっかく温泉へ来たんで、あの入っていこうということは決めていたんですけども、ただまあ時間がないしね、もうしょうがない、どうしようかって頭を乾かすような時間もなく、体も確か吹かずに風呂上がってきたんじゃないかな。大急ぎで上がってきて、そのまま新大阪行きの特別急行コウノトリ号に乗り換えです。この時はまだ特急に乗るとかそういう余裕のあるような行動をやってたんだよな。もうだんだん最長切符は末期になるにつれてね、特急とか乗る余裕はもう完全に失ってくるんですけども、10時39分に城崎温泉を立って、尼崎までおよそ2時間半の乗車です。結構長かったですけど、まあ、このコウノトリに乗ったのはね、動画編集をするためでもありました。座席の一番前のところでパソコン充電して編集しなきゃいけなかった。でもだんだんカメラがピント合わなくなって、もう困ってきたんですよね。こんな状態でカメラちゃんと使えるのかな、心配でしたが、列車は今和田山駅に到着してまた出発するところ。和田山の駅にもまたさっき紹介した浜坂駅と同様の給水塔とか、それからこちらにも屋根が吹き飛んでしまったようですけど、こんな立派な建物があって、そして京都府北部福知山を経由し、一気に山陰地方から山陽側、まあ、関西近畿圏にやってきました。ここは今兵庫県の尼崎です。東海道本線に乗って芦屋に進みます。芦屋ではね、あの JR の社員さんたち、あのまあ岩倉高校の先輩なんですけど、あの先輩たちがですね、ちょうど旅行に来てるということで、あ、スーツ君ごちそうしてあげるよ、オムライスをごちそうになりました。いや、こんなありがたい先輩ないですよね。もうお礼しなきゃいけないわ本当に。それから先東海道本線をしばらく移動しまして、到着したのは三宮で、確かにその先輩たちから、あの俺たち今日あそこ行ったんで川崎ワールド行ったんで君も行くといいよって言われてですね、私もじゃあ行くぞってことになったんですが、まずはこの三宮の街、久々にやってきた大都会をちょっと私も味わいたいと思います。基本的に日本ってのは田舎が多いですからね、そのいかにしてですね、田舎でないところを楽しんでいくかっていうのは、まあ一つ、あの抑揚を旅につける上ですごい効果のあることなんじゃないかなと思うんですけど、立派なビルがたくさん並んでますよ。まあちょっと正直ね、あまりたくさん見てもどれがどうというのはわからないんですが、やっぱ住友とか書いてあると大阪っていう感じがしますよね。そして神戸の街はなんか全体的にとてもおしゃれですよね。撮り方がおしゃれじゃなくて恐縮ですが、まあ、スーツチャンネルも昔はこんなに適当な撮り方してたんだと思って見ていただければと思います。さて中華街に来ました。神戸も確か元町中華街って言うんでしたっけ。ここでなんか食べたような気がするんですけど、お金なくて食べなかったのかな。ただコカ・コーラが中国語でクコクルーって言うんですよ。そういう話だけしたのは覚えてます。まあ大学で教わった知識をちょっと披露してみたかったんでしょうね。この後も大学でまだあの何回か中国語を教わるってことありました。ここへ来て甘栗かなんか売ってるみたいですけど、レンズが汚いことしか気にならんな。本当にひどい撮り方してたんだなと思いますけど、結局撮影だけして本当にお金なかったんですよね。何も食べることはなかったそうです。歓迎降臨いらっしゃいませ、そう書いてあるお店がいっぱい多かった。自分が神になったような気分になりますよ。ただそれからさっきずっとしばらく歩いてですね、海の近くまで来ました。ハーバーランドとかモザイクとか言われるようなところですけど、具体的にどこなのか知りませんが、川崎ワールドというところへ来ています。先ほどお伝えしましたけども、あの川崎重工業、まあ、日本を有数の重化学工業をするところといえばいいのかな。まあ名前を聞いて知らない人はいないと思うんですけど、そこの製品などがいろいろずらりと飾られています。
まあ、当時よりもね、今の2020年の方が私も知識を増やしましたんで、今もう一度改めて見に行ったら、おお、こんなに面白いものがあったのか、また多分言えるようになるんじゃないかなという気がします。川崎重工業といえば鉄道車両もたくさん作っています。特に有名なのが新幹線です。ゼロ系新幹線も川崎重工業が作ったものもあったし、他のところが作ったやつもあったんじゃないかな。まあそれから船とかいろいろあるんですけど、これは JR 西日本の時代の最後の頃まで使ってたやつみたいで、リクライニングシートなどがあって、そこにかけることができました。非常用のボタンもあります。これはもちろん普通の列車では押すことはできないんですけど、ここの非常ボタンは押しても誰も飛んできませんので問題ない。押してみよう。偉そうなロボットが川崎重工のロボットを紹介するコーナー。偉そうだったんだな、多分な。200キロのドラム缶も軽々、怖いっすね。あいつが本気出したら私なんかイチコロなんだろうな。そう思うとロボットに今のうちからやっぱ媚び打っとかないといけないんじゃないかって気がします。おー、結構危ないぞこれね。おー、なんかやってるぞ。一生懸命やってこんなおはじきゲームして、そんな僕でもできるよと思うんですけど、まあできないでしょうね、こんなに正確にピチッと並べることは。早い早い。でそれから先、またですね、三宮の近くのところまで戻りまして、阪急電車に一駅乗って三宮の駅へ移動することにしたのかな。まあ、それは阪急電車の三宮駅を見たかったからです。うちのチャンネルで阪急が紹介されることってね、あの交通チャンネルよりも旅行チャンネルの方が多いみたいなんですけど、本当に阪急電車に乗る機会はほとんどないので貴重なシーンかと思います。うちのチャンネルでこの三宮駅は何度か紹介しましたが、ここも空襲を受けたそうで、天井から焼夷弾が突き抜けてこの中へ入ったという話がありますが、天井にね、結構穴が開いてる。で、これ確かに昔開いてしまった穴を補修した後で、で、それから熱なんかで上の鉄骨が溶けてしまったような跡もあるんですけど、すごい数穴が開いてるんでね、本当にこれ全部そうなのかっていうのはちょっと気になるところなんですが、どうなんでしょう。それから東海道本線の、このゲル、これ何桁って言ってか忘れたんですが、橋のですね、こういうところにも穴が開いておりまして、これも、P51 か何かだと思うんですが、機銃で撃たれたところだそうです。機銃掃射の跡でございます。さて、それからは東海道本線をさらに西へ進みまして、明石駅にやってきました。この明石のところまで来ると、まあ、名物といえば明石焼き。明石では卵焼きと呼んでいますが、要するにたこ焼きのようなものを買いました。これ美味しいですよ。本当に美味しい。さらに進みまして、西明石の駅まで行き、ここから山陽新幹線に乗って大阪へ向かうというのが最長往復切符に指定されたルートです。この明石焼き、これでね、確か600円とかだったんじゃないかな。安いですよね。お腹いっぱいになれるんですよ。東京で売ってる銀だことか高いんじゃないかなって気がしますが、本当に美味しい。あれ、まずそうに食べていますが、本当にまずそうだな。ああ、ともかく新大阪に着きました。ただ問題ですよ。ついにですね、カメラはもうこのような映像しか撮ることができなくなってしまいました。いやー、これは一体どうしたらいいのかと思って、ツイッターでね、急遽もうカメラが壊れてしまいましたという話をしたんですよ。このまま壊れた状態で動画を撮り進めるしかないというふうに思ったんですけども、この時にですね、動画に撮ってないんですが、神さんという方からですね、大変ありがたいご提案をいただきまして、これから日本橋まだやってるからそこへ行ってカメラ買ってくるといいよ、スーツくんって言って、お金は出してあげるからと言ってですね、2万円ぐらいする中古品のソフマップで買ったカメラを、後でお金出してあげるから、遠慮なく買ってきなさいと、福島の会社経営者の神さんが私に声をかけてくださり、そして私は最終の東海道新幹線にそこから先もう一度乗り換えることができ、無事に京都へ到着したのでした。のぞみ64号はうちのチャンネルで何度も紹介しておりますけれど、こののぞみ64号、これが一番最初ということになっています。新大阪から京都までの間は東海道本線と東海道新幹線と並行していて、まあ、新幹線に乗らない方が安いんですが、新幹線で行った方が距離が長くなるということで、距離が長いことを優先するこのチャンネルでは、長い移動をすることにしたのでした。さて、京都からですね、しばらくバスに乗って、やってきた何系統だか忘れましたけど、後ろにね、看板も出ております。京都大学の吉田寮。うちのチャンネルで紹介したのはこれが一番最初だったと思うんですけども、この奥のところにですね、あるのが、京大の寮でございます。で、私全然京大生じゃないんですけどね、大変ありがたいことに毎度泊めていただいておりまして、200円とかで当時泊まれたんです。この時はもうタダになってたのかな。でね、この間ね、京大に行ったら、私が大学1年の時にね、お世話になった方が、まだいらしてですね。で、あ、スーツさんしばらくですね、あの時のものですよ。うわー、どうもありがとうございました。そんな話ができました。まあ、ところがですね、驚くべきことに、こっから先、京都から先はもう一度、今度は山陰本線に乗って、また日本海側へ移動するんですけれども、なんと今度はね、パソコンが壊れてしまったんですよね。ちょうど前日あたりから調子がおかしいなと思っていたんですが、なんとついに起動しなくなってしまったのでした。だからしょうがない、いよいよ動画の編集もできなくなったぞということになって、私はもう困りました。もう電源をねつけても画面がつかなかったのかな、確か画面がついてもどうこうとかいろいろあったと思うんですが、
せっかくねカメラは新しいのを買っていただいたというのに、今度はパソコンかやと思いながらも、まあ仕方ない、なんとかしてパソコンを動けるようにしようと思って、私もいろいろと、まあ確かデータチェックとか、なんだディスクチェックみたいなことやったんですけど、もう全然ダメでね、だからもう観光なんかしてる場合じゃないということで、そこから先は日本海側の、まあ、舞鶴線とか小浜線とかそういうのに乗りまして、小浜湾を眺めるなどしたのですが、まあただ沿線本当は三方五湖とか湖を見物するということもしたかったんですけど、もう全部取りやめですね。とりあえず予定に遅れをきたさないようにしながら、パソコンの編集、パソコンの、まあ、何らかの作業をして何とか復活させるということを私は一生懸命頑張りました。なんか顔も死んでますよね。どうなっちゃうんだろうなと思いながら旅行一応してたんですけど、まあ動画撮らないわけにもいかんということだったんでしょうか。今敦賀まで来ています。なんか目もしょぼしょぼしてるけど、多分これはねコンタクトレンズをまだつけてなかったからなんじゃないかな。パソコンをやる関係でずっとメガネでやっていたそうです。そして今ここから福井県に入りました。福井県内の JR の駅にはこういう恐竜博士みたいなのが置いてあってですね、まあ面白いんですけども、これ普通のベンチの上に置いてあるんで自分の座るところはちょっとなくなってしまうんですよね。それが少し残念なことでした。敦賀からは北陸本線にて金沢を目指します。途中の竹袋は特別急行サンダーバードに乗り換えです。まあ、この時はお金が致命的に足りないというよりは、パソコンが壊れてしまった、カメラが壊れてしまったという機械的な問題の方が大きかったので、金沢の駅から先新幹線に乗り換えることで、またさらに、旅を先に進めることができるのであれば、まあ問題がないだろうということでね、新幹線の乗り継ぎ割分聞くから、まあ、特急列車に普通に乗るということをしたのでした。そしてこの日は金沢で終わり、3月の17日金沢から北陸新幹線に乗って富山へ向かいます。ちなみにこの日金沢ではどうしていたのかというと、駅の近くにあったゲストハウスというところに泊まってパソコンの修理などを頑張ったんですけれども、もう全然ダメでしたね。全く直らなかった。とりあえず金沢らしいことをちょっとはしようと思って、ホームの近くであんな栗まんじゅうを買いました。なかなか体力がついていいまんじゅうでしたね。栗が入ってるってのはありがたいですわ。そして富山に到着した後、また富山地方鉄道線に乗って新庄田中というところへ向かいます。奥には立山が見えています。なぜここへ来たのかというと、真っ昼間ですけれどインターネットカフェに行くためです。これね、なんかディスクを持ってきて、これを使ってパソコンをなんか直すみたいな、なんかそういうものを作ってやったんですけども、でも確かね、パソコンはねデータを救出することはそうできたんですけども、ただ結局パソコンそのものはまだほとんど動かなかった、そういう状態だったのかな。さてこれからは岐阜県に向かいます。やっぱり旅をしてて予定がありますんで、ここでパソコンが治るまでずっと京都にいるっていうことができなかったのがちょっと残念だった。本当は京都にずっといればお金がかからなかったんですけどね。さて富山からですね、南下して、今高山本線の猪谷というところへ来ています。これは富山で買った押し寿司です。マスの押し寿司とかね、ホタルイカ、それから白エビ、まあ、この3つは全部富山の名物ということで、せめて食べ物ぐらいはと思ったのでした。まあ、私あんまり当時食べ物に興味はなかったんでね。でもここの景色良かったですね。高山本線の冬の終わりの景色でもまだ結構雪が分厚くて、ここから先は JR 東海の高山本線ということになったんですが、またねお客さんが全然乗っていなくて味のある路線でしたよ。平古川に到着です。君の名はで有名な駅でしたよね。でもどちら側がその有名なのかっていうのは私も未だによくわかんないんですけど、本当は特急に乗りたかったですが、もうお金も節約するということで、ここから先もさらに引き続き普通列車にずっと乗り到着しました。途中の高山駅、ここで確か乗り換えの時間があったのかな。高山陣屋というところは確かここで朝市のね準備か何かをすると、まあいつもそういう場所だったんじゃないかと思います。高山の朝市は有名です。そして高山の街では飛騨牛をとにかく推していて、みんな飛騨牛食え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 という看板ばっかりでしたが、お金がないので飛騨牛が絞り出したかもしれない、高山の牛乳を飲みました。さてそこから先高山本線にてさらに3時間、途中反対列車待ち合わせのためにゲロ駅に到着。まあゲロというところで記念写真はもちろんひらがなの前で撮りますよね。さらに岐阜に着きまして、この日はこれで終わりです。パソコンはまだ直っておりません。本日は3月の17日だったかと思います。岐阜駅を出発して16日だったかな、東海道本線朝の早い時間にですね、パソコンを操作しながら関ヶ原の方面へ向かっています。よく晴れてますよね。伊吹山です。伊吹山を見てからさらに滋賀県に入り米原、そしてこれから先は一応琵琶湖一周の旅をするということになっています。大見四つ駅ではここでお会いした方というのはですね、書いてありますけれど、サロベツさんという方に、米原の駅からずっとついてきていただいておりまして、お茶などを差し入れていただきました。サロベツさん本当にもうまたどっかでお会いしたいんですけどね、お世話になってばっかりだからぜひお礼させていただきたいと思ってます。大見四つからはですね、湖西線に乗って、このように新快速電車だったかと思いますけど、琵琶湖を眺めながら、あ、全然なんか観光とかできてないけど列車に乗ってるだけでもやっぱ楽しいなと、鉄道マニアに似つかわしくないような感想も持ちまして、そして
そう、サラベツさんはね、私予定この時あんまちゃんと行ってなかったもんだから、始発から私が何時に来るかわからないからってね、前原駅でずっとね待機されてたらしいんですよ。大変なことだよな。で、その後サラベツさんと別れをして、私はパソコンを開けるためにですね、京葉デイ2に行き、これ山品だったと思いますけど、山品のここでパソコンをバラバラ分解して、東京にいる友達から送っていただいた HDD がそれを入れ替えるということをして、ついに京都でパソコンを復活させました。京都から先はこれからしばらく番外編のために、まず阪急電車にてルートは外れて大阪へ向かいます。ここは大阪梅田大阪駅です。これから先、確か2泊3日だったかと思いますが、夜行の列車急行大仙号の復活列車に乗って、そしてこれから先出雲市まで向かい、出雲市からはさらに、一泊した後もう一度この列車で帰ってくるということをします。まあ元々申し込んでいたツアーに参加するためだったんですが、これ3万円ぐらいしましたんでね、今考えたらもうこれ行かない方が良かったんじゃないかなってすごく思ってるんですけど、まあともかくですね、これは乗ったこと自体は面白かったし、この時大阪の中村さんが私に梅田の駅のところで話しかけてくださって、待ち合わせてくださったんですけどね、時間もこの時パソコンの関係ですごいお待たせしてしまってね、申し訳なかったんですが、デラックスの差し入れなどもしていただいて本当に心が温まりました。本当にありがとうございました。奥に大阪環状線 201K、 もうあれも引退したやつですよね。懐かしいな。いろんな人が向こうで写真を撮ってるのがこんなに写ってますけど、もう今ではモザイクかけないわけにはいかんですね。昔はむしろそんな人たちも平気でモザイクとかかけないで写しちゃってたんだからな。まあみんなもカメラ撮ってたし、どっちかっていうと個人ムービーの感覚で撮ってたからよかったんですけど、これだけ今何万再生とかされるようになると十分気をつけなければいけないなと、まあ、心を新たにしているところでございます。車内はこんな感じ。これ全部グリーン車だったんでね、ちょっとお金本当に2泊3日で3万円ぐらいだったから使いすぎてしまったなと思うんですけれど、視聴者の皆さんからは無駄遣いやめろよみたいなことは言われなかったですね。逆にだから今考えてみると、だからこそ申し訳なかったと思います。これ今ここにあったお弁当は中村さんからいただいたありがたいデラックスお弁当です。しかも中にね、おしゃれなことに何も言わないでセロハンテープに貼った5000円札の入った封筒入ってたんですよ。かっこいいですよね、中村さん。ともかくここで遅れてしまった動画編集を一生懸命にこなし、動画は3本ほどできました。順調に動画が作れたところで番外編もまあ割と良かったかなと思います。では今回もどうもありがとうございました。